始めましたので追肥をやりました。追肥はこの根元にやる方法、第1回目は根元にやりました。第2回目は根元はかなり大きくなってますので、この溝に、振るようにいたしました。化成肥料です。888の化成肥料をこの畝と畝の間に振っております。出始めましたので、この時期に水を与えることが大きなコーンを作るのに重要なことです。灌水をこれから始めます。このようにホースで灌水を今始めました。この水によって先ほどのこの撒いた肥料が水に溶けて根元に行き、養分を肥料を吸い上げるようになるかと思います。肥料はこの根元から約15センチから20センチ離れたところに肥料を撒いて灌水をしております。根がかなり張っておりますので、根元にやるのではなく少し離れた根元から20センチぐらいのところに肥料を与えて灌水をしております。灌水をすることによって雨が降れば問題はないのですが、雨が現在1週間ぐらい降っておりませんので、灌水をして、肥料を与えるようにしております。この水はポンプで水路から汲み上げるようにしております。非常に冷たい水です。一級河川重信川の水です。アワノメイガの幼虫、また大命虫、アワノメイガが大半なんですが、このようにトウモロコシを食い荒らします。そこでその対策といたしまして、トウモロコシ専用殺虫剤デナポン流剤5、5、アワノメイガ大命虫を退治
ということで、そのまま散歩できます。流罪ですからそのまま散歩できます。有効な殺虫剤がこれです。これを今から、穂が出ているトウモロコシに与えたいと思います。トウモロコシ専用殺虫剤です。やり方は至って簡単ですが、このようにこういう流剤になってます。こういう流剤になってますね。これを振りかけるわけですね。入れ物がこれ非常に便利になってますので、これを今からやりたいと思います。この穂が出始めたこういう時期ですね、こういう時期にやります。こう穂が出始めたところですね、こういう時期にやります。泡の名画は穂ですね。泡の名画はこういう穂に誘われてきますので、泡の名画このように振りかけます。泡の名画そうですね、電話されましたかね。水漏れの件。はい、水漏れの件で。はいはい。トイレがなんか疑われて。素人で見たんですけどね。全部ストップしたらメーターはぐるぐる回るは止まるんですけど、その開けると全部のコックを閉めとんだけど、トイレの蓋を開けるとちょっと漏れよるような感じがするんですよ。便座の上の平行する水が出たら止めるようになるないね。タンクの方、このタンクの方からちょろちょろね、水が下がると。それにしてはあのぐらいの水でそんなに金額的に変わるのかなというのはあるんだけど、はいはい、そしたらその子がちょっと怪しそうだというので、ちょっととりあえず見せてもらったらと思うんですけど、はいはい、今はどんなですか。今は構いませんよ。そうですね、じゃあちょっとお伺いします。もう今すぐですか。今から行けます。はいはい、お願いします。はい、はい、はい。
デナポンですね。デナポン。やり方は簡単。やり方は簡単です。こう目がけて、この開けてですね、片一方で開けて、右手でですね、ちょっと取り下ろすと。まあ、ここの穴からですね、できるよう出るわけですね。このようにね、約25坪に第1番目の約400本のトウモロコシ。